オリーブヤングランキング1位をこの1本で4つの効果があるってわけ。未だに油取り紙使ってる方、恐ろしい結果につながってしまうんですね。안녕하세요나인입니다。いよいよ明日から9点メガ割りが始まります。今日は9点メガ割りで買うべき、一度は使ってほしいガチ愛用スキンケアをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはセリマックスの製品です。セリマックスで初めて使ったのがこちら、チューゲハートリーフ BHA ピーリングパッド。この消しゴムパッドなんだけど、これは今まで私の YouTube で何回もご紹介しているから多分知ってる人多いかな。前に紹介した時とちょっとパッケージが変わってるんだけど、韓国のオリーブヤングとか大手ドラッグストアで働いている店員さんの話では、毎日これを探す人がいるほど韓国ではめちゃめちゃ人気のアイテムで、私も一度使って一軍入りしたパッドなのね。これ使い始めてから本当に肌質が変わって、セリマックスの消しゴムパッドを使い始めてトナーパッドとかにめちゃめちゃハマったのよ。で、何がいいかというと、まずパッドがしっかりしているんだけど、片面はガーゼ面だから、このガーゼ面で角質が硬くなったところをくるくるってやるとザラつきがなくなってツルツルになるので、最後に反対側の面で全体を拭き取ればもう完璧、角質さよなら、ツヤ肌ようこそっていう感じ。しかもこういう角質パッドって敏感肌はひりつく方もいるけど、超敏感肌で化粧品で火傷したこともあるオンマが使ってひりつくことなく、オンマの大好きなアイテムでもあるのよ。だから敏感肌で角質ケアしたい方にも強くおすすめできる。2つ目はこちらノニトナーです。これも大好き、一軍入りしたトナーなんだけど、これはノニエキス 80% 配合の化粧水で、まずノニっていうのがアメリカで爆発的人気になったスーパーフード、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールとか豊富な栄養素がたっぷり配合されてるので、ノニにはアスコルビン酸が含まれていて、これはビタミン C の一種なんだけど、コラーゲン生成を助ける働きがあるから抗酸化作用、つまりエイジングにいいのと、さらにテルペンという成分が肌の元気を取り戻す働きも期待できるんですね。で、このトーナーの何がいいかって、使用感はシャバシャバ系なのに水分を肌の奥まで満たしてくれて肌がしっとりするのと、あとはさっき言ったノニには栄養が豊富だから、これを使うと肌が元気になるんだよね。もう好きすぎてガンガン使ってるからもうなくなっちゃう。さらにアミノ酸コンプレックスを含有しているから、肌の水分を常にバランスよく保ってくれる効果もあるんですね。さらっとしていて吸収も早い、ベタつかないんだけど肌がしっかり潤ってるっていう感じで、朝の化粧前のスキンケアにぴったりだし、朝晩でも気に入ってガンガン使ってる。本当これはみんなにぜひぜひ使ってほしいし、さらに弱酸性なのよ、だから健康なお肌に導いてくれるんですね。次はこちら、ザ・リアルノニエナジーアンプルです。オリーブヤングランキング1位を獲得したアンプル、評価がいいだけあって効果も抜群。敏感肌はプラスアルファでぜひぜひ使ってほしい。まず主成分が4つあって、ノニノミエキス、これが抗炎症効果、鎮静に効果的。2つ目、ノニシードオイル、ビタミン E が入っていて健康なお肌にしてくれるでしょ。3つ目、アデノシン、これがシワ弾力にいいのと、最後に4つ目、ヒアルロン酸が入っているから肌の奥まで水分で満たしてくれるのよ。この1本で4つの効果があるってわけで、まあ、今はマスクで何かと刺激を受けやすいでしょ。今年は例年より2倍の花粉の量らしいからやばいよね。もう今から花粉来てるよね。で、花粉の時ってさ肌荒れするじゃない。そんな花粉の肌荒れしやすいシーズンに突入する今、ぜひぜひ使うべき。なんて言っても鎮静効果が抜群なのよ。ちゃんと臨床試験でも効果が立証されてるのね。使用感は鎮静はもちろんなんだけど、さっきのトナーの効果をグーンと高めて肌の水分感を高めてくれるのと、肌がもちもちして弾力アップする感じ、とにかく肌がもちプルになる。次はこちら、ザ・リアルノニハイドラファーミングローションです。最後にノニの栄養でたっぷり
とお肌を満たしてください。三重ヒアルロン酸配合でベタつかないんだけどしっかり保湿してくれる。使用感は軽く広がる乳液っていう感じでテカテカしないでさっと吸収、ベタつかないからメイク前の保湿にもぴったり。あとこちらはインナードライの方にもおすすめなの。オイリー肌だと思っている方で肌がごわつく、肌が硬い、くすむっていう方、インナードライの可能性大ですよ。インナードライだと保湿したいけど保湿メインで選ぶと油分が多くてベタつく製品が多くて、じゃあどういうのが適してるかっていうと、はい、まさにこのノニローションがぴったりなのよ。保湿はしっかりしてくれるんだけどベタつく感じがない、軽いつけ心地なのにしっかり浸透、まさにインナードライにぴったりな製品なんですね。じゃあ乾燥肌さん、私は夜はしっかり保湿したいタイプなので夜はこのノニローションにさらにザ・リアルノニエナジーリペアクリーム、こちらを使ってます。これも鎮静と保湿ができてもちっとね張りのあるお肌にしてくれるの。ローション使ってるからこれは指先の半量ぐらいで十分、水分感多いから少ない量でもしっかり伸びる。肌荒れ激しい時はがっつり塗ってスリーピングパックとして使うこともできます。じゃあいよいよ最後、これはね本当に持っておけば大活躍間違いなし、オイルコントロールカプセルエッセンスです。未だに油取り紙使ってる方、皆さん油取り紙はもう遅いですよ。韓国ではもっと進化した製品があちこちのメーカーで発売されてて、油取り紙またはパウダー、ついつい使いすぎてしまう方、油取り紙などで皮脂を取りすぎると肌が乾燥して逆に皮脂を出して肌を守ろうとするんですよ。だから皮脂が過剰に分泌してしまうんですね。もう負のループっていう感じ。そうすると毛穴が広がって毛穴が塞がってしまうという恐ろしい結果につながってしまうんですね。じゃあこのテカリどうしたらいいのよっていう方、これはですね根本的に改善する必要があって、こちらは1年研究の末完成した製品で臨床試験で皮脂調節と毛穴管理が証明されてるの。まずこちらには皮脂コントロールを助ける成分が入っていて、肌に過度に分泌した皮脂をスポンジのように吸着、さらに水分保護、さらに特許成分含有で毛穴縮小、ブラックヘッドの改善効果を期待できるんです。皮脂コントロールだけじゃなくって毛穴まで小さくしてくれるなんてもう最高すぎない？油取り紙とかパウダーより断然いいでしょ。さらにシリコンやパウダー成分をなくして油分だけ抑えてくれるマイルド成分配合だからもう敏感肌も安心、ちゃんと皮膚刺激臨床試験もクリアしております。テクスチャーはカプセルを含んだゼリーみたいな感じでさっと吸収、さっぱりと仕上がりに変身。本当にほのかなんだけどローズの香り、言われなきゃ気づかないレベル。化粧水の後に肌状態に合わせて朝と夜で使えるのね。で油分が気になるところをメインで塗っていってください。口中にないん。テリマックスは本当に何使ってもめちゃめちゃいいし、もう消しゴムパッドから始まってどれ使っても期待を裏切らない。今のねこの肌荒れしやすいシーズンに皆様にぜひぜひ使ってほしいです。これはねぜひ9点目代わりでチェックしておくべき製品だと思います。購入先や詳しい内容は全て概要欄に記載しておきますので、ぜひそちらからチェックチェックお願いします。今年中にチャンネル登録者3万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもやってるのでインスタもフォローフォローお願いします。クランウリンタウメマンだよ。